1868年ここでは、1869年にアメリカ合衆国で最初のプロ野球チームとなったシンシナティレッドストッキングスについて記述する。チームは1866年7月23日にハーバード大学やエール大学の卒業生を中心としたシンシナティベースボールクラブとして創設され、球団の代表には、 アルフレッド・ティーゴス・ホーンとアーロン・ビー・チャンピオンという人物が就任した。結成当時のニックネームはレゾリューツだった。同年9月29日に同じシンシナティのバックアイベースボールクラブと最初の試合を行ったが20対18で敗れた。結成して最初の年は4試合を行い2勝2敗の戦績だった。1867 この年チームは18試合を行い、7月にナショナルベースボールクラブとの試合に一つ敗れただけだった。この年チームはクラブの会員数を増やすために大規模なクラブハウスの建設やフェンス、スタンドなどの設置を行った。後にレッドストッキングスを率いるハリー・ライトは、球団設立以前の1865年にユニオンクリケットクラブから年1200ドルの契約で、 ニューヨークから移ってきており、球団はハリーをチームに参加させる際、これと同額の報酬を支払うことを約束した。この引き抜きのために彼は、スカウトの第一号と言われている。1867年シーズン終わりには、チームの先発メンバーのうち5人はすでに報酬をもらってプレーしていた。1868年には白を基調にし、赤のストッキングをあしらったチームのユニフォームが出来上がる。 このユニフォームの起源については不明な点も残る。一説には球団の副代表だったチャンピオンの事務所に勤めていたジョージ・ビー・エラードという人物が考案したものとされている。また赤いストッキングの採用はハリー・ライトの提案だったという説もある。この都市クラブの会長職にあったアーロン・チャンピオンはニューヨークとシンシナティより東部の競合クラブに引けを取らない。 最強のチームを作ることを望むようになる。1868年9月にチームはアマチュアのクラブからの脱却を決定し最高の選手たちを集めるため他の都市からも選手のスカウトを行った。この頃多くの著名なクラブの有名選手はすでにクラブから報酬をもらってプレーするものばかりであったが当時はまだプロの規定がなく選手に対する報酬は公には 不正な行為とされていた。1869年に全米野球選手協会が規定を設けてプロの野球選手を認可し、レッドストッキングスはプロの選手だけで構成された初めてのプロチームとなる。以下はファーストナインと呼ばれるレッドストッキングスの選手の一覧である。新シシナティレッドストッキングスレッドストッキングスは、 上記のメンバーで1869年と1870年の2シーズンを戦った。1869年は、東部の巡業を含め57戦で負けなしの成績を残し、翌1870年6月に、ブルック人のアトランティッククラブに11回で7対8で破れるまで、84連勝を続けた。しかし1870年は、 戦績が67勝して6敗だけだったにも、かかわらず、上記のアトランティッククラブ戦の敗戦以降、シンシナティのファンのレッドストッキングスに対する関心は、急速に失われることになっていった。8月には社長だったアーロンチャンピオンが辞任する。新たに社長となった APC。ボンテは、急速に悪化したチームの財政から、この年の11月21日に、 プロの選手たちと1871年シーズン契約しないことを宣言した。前年レッドストッキングスでプレーしていたプロの選手たちは離散し、この年創設されるナショナルアソシエーションに参加するチームに雇われて行くことになる。ハリー・ライトをはじめジョージ・ライト、チャーリー・グールド、カル・マクベイはボストンに赴き、同年1月に設立されたボストン・レッドストッキングスに参加する。 他方 A サブレーナードラゴ人ンはワシントン DC に設立されたワシントンオリンピックスに所属したが、その後オリンピックスは2年持たずに解散することになる。以下は1869年以降のプロチームとの対戦成績、佐山和夫。野球の英語 A2Z、佐山和夫が語るアメリカ野球用語。サおさむム社、P42 ISBN、ISBN978。 ありがとうございます。